はい、こんにちは。中学受験国語読解、川端康成、夏の靴。馬車の中にはおばあさんが5人居眠りしながら、この冬はみかんが豊年だという話をしていた。馬は海のカモメを追うかのように尻尾をフリフリ走った。御車の肝臓は馬を大変愛している。その上8人乗りの馬車を持っているのはこの街道で肝臓1人だ。また彼はいつも自分の馬車を街道の馬車のうちで一番きれいにしておくほどの神経質だ。坂道へ差し掛かると彼は馬のために御車台からひらりと降りてやる。このひらりと降りてひらりと乗る身振りがいかにも軽快であることを内心得意に思っている。また彼は御車台に座っていても馬車の揺れ具合で子供が馬車の後ろにぶら下がったことを感づけるので、ひらりと身軽に飛び降りて子供の頭へコツンと原骨を食らわせる。だから街道の子供たちは肝臓の馬車に一番目をつけているが、また一番恐れている。ところが今日はどうしても子供が捕まらないのだ。つまり猿のように馬車の後ろにぶら下がっている現行犯を取り押さえることができないのだ。いつもなら彼はひらりと猫のように飛び降りて馬車をやり過ごし、知らずにぶら下がっている子供の頭へコツンと原骨を食らわせて得意げに言うのだ。間抜けめ。彼はまた御車台を飛び降りてみた。これで3度目だ。12、3の少女が頬を真っ赤に蒸気させてスタスタ歩いている。肩で刻むように息をしながら目がキラキラ光っている。しかし彼女は桃色の洋服を着ている。靴下が足首のあたりまでずり落ちてしまっている。そして靴を履いていない。肝臓がじっと少女を睨みつける。彼女は横の海に目をそらしてタッタッタッと馬車を追ってくる。チェ。肝臓は舌打ちして御車台に帰った。ついぞ見慣れない高貴に美しい少女は海岸の別荘にでも来ているのだろうと思って肝臓は少し遠慮していたのだが、三度も飛び降りても捕まらないから腹が立ったのだ。もう一里もこの少女は馬車にぶら下がってきているのだった。それが忌々しいばかりに肝臓は大変愛する馬をむち打ってさえ走ったのだった。馬車が小さい村に入った。肝臓は高らかにラッパを吹いてますます走った。後ろを振り返ると少女が胸を張り断髪を肩に振り乱しながら走っている。片一方の靴下を手にぶら下げている。間もなく少女が馬車に吸いついたらしい。肝臓が御車台の後ろのガラス越しに振り返るとずっと少女の身を縮める気配が感じられた。しかし肝臓が4度目に飛び降りた時にはもう少女は馬車から身を離れて歩いている。おい、どこへ行くんだ。少女はうつむいて黙っている。港までぶら下がってくるつもりか。やはり少女は黙っている。港か。少女はうなずいた。おい、足を見な、足を、血が出てるじゃないか。豪気な小娘だな。お前さん。さすが肝臓は顔をしかめた。乗っけてってやるよ。中へ乗っかってくんな。そこへぶら下がると馬が重いからよ。頼むから中へ乗ってくんな。おらは間抜けになりたくねえ。そう言って馬車の扉を開いてやった。しばらくして肝臓が御車台から振り向いてみると、少女は馬車の扉に挟まれた洋服の裾を取ろうともせず、さっきの勝ち気な顔色は消えてしまって、静かに恥ずかしがってうなだれていた。ところがそこから一里の港へ行っての帰り道に、どこからともなくまた同じ少女が馬車を追っかけてくるのだった。もう肝臓は素直に馬車の扉を開いてやった。おじさん、中へ乗るのは嫌なんだもの。中へ乗りたくはないんだもの。足の血を見な、足を、靴下が赤くなってるじゃねえか。すごい小娘だな。
ニリの上りをゆるゆる馬車は元の村へ近づいた。おじさん、ここで降ろしてちょうだい。肝臓がふと道端を見ると、小さい靴が一足、枯れ草の上に白く咲いていた。冬でも白い靴を履くのか？だって私、夏にここに来たんだもの。少女は靴を履くと、後ろをも見ず、白鷺のように、お山の上の孤陣へ飛んで帰った。川端康成、夏の靴。いいなと思ったら、チャンネル登録お願いします。では、今日はここまでにしましょう。